ここは JR 大阪駅と阪急大阪梅田駅、阪神大阪梅田駅との接続駅、大阪メトロ御堂筋線梅田駅です。ご覧の乗車は、電車は御堂筋線千里主要駅となりまして、中津、西中島、南方、そして新大阪方面、千里中央行きとなっております。主にここから出る車両というのは、中津または新大阪で降りる方がほとんどなんですけども、阪急でいうと西中島、南方で乗り換える客もいるのではないかなと思っております。だいたいこの梅田駅、御堂筋線の梅田駅というのは、3分から4分間隔で日中も運行されています。朝のラッシュ時などになりますと約2分から3分間隔で列車が来るということもあるそうです。さて、向こうから来たのはこちら21系電車です。御堂筋線、少し前まで主力車両だった車両です。梅田駅でもこの10号車側より1号車側の方がお客さんも多いのかなと思っていますが、まあでもこの10号車を見ていてもなかなかの乗客と思います。では反対側、中百舌方面を見ていきましょう。こちらは大阪南方面に行きます。新間宮や天王寺方面、それからですね、中百舌、天ヶ茶屋方面とかはですね、こちらの御堂筋線の南方面、中百舌駅、こちらで行くことができます。さて、先ほどの場所に戻ってまいりました。新大阪駅が発車します。ちなみに御堂筋線というのは上り方面っていうのかな、梅田から新大阪方面に行く電車においては新大阪行きと、また千里中央行きの2つの行き先が日中はありまして、こちらの電車は新大阪行きとなっております。この新大阪行きの次は、まあ特に何もこう例外がない限りは千里中央行きと、そういうわけになるわけです。千里中央と新大阪駅、こちらが交互に来ている、そういう形になります。大阪市営地下鉄大阪メトロになりましてから新しい車両が導入されていますが、大阪メトロ御堂筋線梅田駅です。中津方面に行きたいと思います。今日は冒頭の話で3分も使ってるなんて、もうお前動画視聴者に見させる気ないだろうとかって思われそうですが、さて今度こそ乗っていきます。阪急の大阪梅田の下のあたりを通りまして、中津、そして阪急南方駅とも接続する西中島南方駅、そして今回の目的地である新大阪まで行きたいと思います。この時間帯は江坂駅などは走ってないみたいですが、千里中央、そして新大阪駅となっておりまして、この梅田を出るまでに何本か動画を撮っていたのですが、その中では北大阪急行の車両を見ることはできませんでした。残念です。こちら15号車にもなかなかお客さんが乗っていますが、安心してください。大概ここで鬼に直ります。新大阪から乗る人は大体椅子に座っていまして、それ以外の人は結構ここで降りることが多いですね。御堂筋線梅田駅を出発します。扉が閉まります。この発車メロディーが僕結構好きで、一時期携帯の着信音にしていたぐらいです。この大阪梅田駅には西梅田駅と東梅田駅ありまして、それぞれ大阪メトロ四ツ橋線と谷町線が乗り入れております。そんな大阪駅を出発です。梅田駅ですね。大阪梅田ってつければいいのに。次は中津に泊まります。だいたい中津までの間でこの阪急百貨店がある下の方をね、ずっと取っていくことになります。
中津手前で阪急電車と交差しまして、地下の中ですから見えませんが、中津駅に到着します。地下鉄ってやっぱりこう次で何々にお越しの方は次で終わりくださいみたいな放送があるのが好きですね。他の鉄道会社は地下鉄じゃなくてもやってるところはあるみたいですが、僕はこの地下鉄のやっぱり次で何々のご利用の方は次で終わりください、これが好きです。さて中津駅に入線です。出口は右側、ホームドアがついております。中津駅は2面2線の単純な構造、阪急の中津駅とは多少離れていますが、歩いて乗り換えできる程度の距離だと思います。警笛を鳴らして出発進行、次は中津を出ると西中島南方駅に到着します。西中島南方です。この西中島南方駅到着前に、この電車地上区間に上がることになります。左に大きくカーブしてとある道路と並走します。その道路というのが新御堂筋、高速バスなんかでもよく通るルートですね。新御堂筋と一緒に淀川を渡ることになります。新淀川大橋という橋になります。向かい側からは大阪メトロの車両がやってきました。左側見てみると車とほぼ並走していますが、車の方が若干遅いですね。やっぱりここが淀川、渡っているのが新淀川大橋。ついこの間淀川の花火大会なんかがありましたが、その時にここから淀川の花火大会すごい綺麗に見れることができたんじゃないかなと思っております。まあ実際に行ってないのでちょっとわからないんですけどもね、もし行った方いれば感想でも教えてくれればと思います。そして橋を渡り切ったところあたりで西中島南方駅に到着です。こちらも単純な2面2線、ホームは左側、相対式ホームとなっています。この西中島南方駅では阪急電車の京都線南方駅と乗り換えができます。トンネルは重曹駅ですね。特急電車なんかは止まりませんが、重曹と一駅区間ですので、まあ利便性はいいんじゃないかな。Google マップでも混雑エリアと称される場所ですから、なかなかにぎわっている場所なんでしょうか。そしてこの西中島南方を出ると、もう向こう側にね、新大阪駅が若干見えてるんですね。扉が開きました。あまり乗り換えの客はいませんでしたね。他の号車の方もありましたが、すいません、なんか変なスピーカーの声が聞こえちゃいましたが、今のは関係ないです。大丈夫です、心配しないでください。幽霊とかじゃないんでね。さて扉が閉まりまして、ここから次新大阪駅に到着する、そういうことになります。地下鉄なのに地上を走る、なんとも気味が悪いですが、まあこれでも大阪メトロなんですけども、まあ地下鉄とはいえど、この辺りはもう川を渡るために地上に出るっていうのは必須ですから、次は新大阪に泊まります。 JR 西日本の在来線、大阪東線なんかも最近リニューアルされて221桁だけになりましたね。それから JR 東海、東海道新幹線の終着駅、山陽新幹線の出発駅である JR 東海新大阪駅になります。終点チャイムが聞こえました。タン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 っていうのがこれ好きなんですよね。ちょっとリズムがわかんないんですけど、まあそう言ってるうちに新大阪駅に入線です。今回この新大阪駅に来た理由、そして新大阪でね、面白いものが見れるとはそういうことなんですけども、まあ何が見れるかというと、この電車新大阪行きということなんで、新大阪からまた中本方面まで折り返さなければいけないんです。だってその折り返しがね、見れる場所がね あるということで、それを見ていこうかなと、そういうだけの動画でございます。今日はちょっと滑舌がよろしくありませんので、そして喉が痛いです。
扉が開きまして新大阪駅に到着です。さて新大阪駅到着しまして、ここまで乗せてくれた二度水線の後の車両はずっとこっち方面に進みまして、こんなところにね、なんか意味不明なテラスみたいなのがですね、ここの分岐器がですねありまして、これ見ていくとこの電車留置線というところに入る、そういうことがわかるんです。さて新大阪駅へやってきました。地下鉄御堂筋線、地下鉄とは思えないほど地上街中を走っていますが、梅田から新大阪まで行くにつれ地上間を走る、そういう列車になっています。ご注意願います。だってなんかね、その時喋ってたらしいんですけど全然記憶にありません。新大阪を、この列車新大阪駅出発しまして、こちらね、見てみると尾灯と前照灯どちらもついています。これが入れ替え灯っていうんですけども、よく見てみるとずーっとこちらにテラスみたいなのがありまして、こう行けるんですよね、一般の人が自由に。ということでこっちの方にずーっと入ってきましてですね、まあ内側にある一本の線路があるんですけど、そちらの方にこの電車入っていくことになります。そうです、この新大阪駅ではすぐ北側にですね折り返し設備がありまして、ここで折り返しをすることができます。運が良ければね、この折り返ししている車両と、それからですね上り線下り線の両方ともの車両が同時にやってくる3つの電車を3ショットで撮ることができる、そういう場合もあるそうです。行った時はですね、特にね、あんまり人は少なかったんですけども、やっぱり人が多い時もあるようで、結構人気な場所だそうです。大阪メトロさん、こんな設備をわざわざ用意していただきまして、ありがとうございます。ちょっと入れ替え灯こっちにつきまして、まあ、まだまだこっちに出てくることはないんですけども。さて、言ってたら2番線に東駅止まりとか言ってたんで、まあ、それの避けるために今度下り方面、中百舌方面へとこの列車は走り出すために入線していきます。こちら2番線ですね、1番線から留置線、そして留置線から2番線下り方面というように列車は入線してきました。これが日中に行われているということです。だいたい10分間隔で行われているんじゃないかなと思っております。もしかしたら7分8分の間隔かもしれません。だいたい御堂筋線の列車が3分から4分間隔で日中を走っていますので、そのうちの2本に1本のペースで新大阪行きがありますから、こういうふうに列車が来るということになります。さて1番線に来た新大阪行きが今度また留置線に入ってきました。ここはなかなかね面白いスポットなので、ぜひ見てみてほしいですね、皆さんには。本当は北大阪急行の列車なんかもここにね入ってきてくれたら嬉しいんですけども、今回はそういう場面を見ることができなかったのでちょっと残念です。ということであちらにすっぽりと収まっていきます。今回はこのようにですね、新大阪駅で入れ替えすることができる設備というのを見てまいりました。そしてですね、大阪メトロ地下鉄の会社なのに地上ばっかり走るという御堂筋線のお話でした。もちろん地上区間を走るのは梅田よりずっと北側のあたりの方ばっかりということになるんですけども、こちら千里中央駅、新大阪駅ではなくこの駅からまたさらに江坂方面、北大阪急行入りまして千里中央までこの列車は行くことになります。千里中央と言われますと高速道路の千里インターチェンジしか思いつかないんですけども、そんなところまで入ってるんですね。さて列車が行きました。まあ、今回こういうものを見てきたというだけの動画なんですけども、こうやってね、この瞬間にですね、タイミングが合えば3ショットで綺麗に撮影することができますので、皆さんね、ぜひ見てみてはと思います。そしてこちらにはですね、しっかりと窓ガラスで仕切られていまして、空調設備の効いた、そして綺麗なガラスから、このように大阪メトロを眺めることができますので、皆さんね、
撮影でもねしに来てはといかがではないかなと思います。もちろん簡易的な椅子と机もありますからお勉強もできますね。まあ僕はこんなところにいたら勉強より大阪メトロの車両に興奮してしまいますが、中本駅です。さて次にやってきた車両は上り線1番線の電車です。またまた新しいやつじゃないかとそういう話なんですけどもね、あの古い21系車両っていうんですか、そちらの方が僕は好きです。あ、21系車両でしたね。こちら御堂筋線の現在でも現役で走ってくれている、まあエースの座はちょっと譲ってしまいましたが、なかなか活躍していらっしゃいますので、こちら千里中央駅です。ということで、ね、今回はこの辺りで終わりましょう。今回はですね、大阪メトロ梅田からこちらまで来る過程で淀川を渡ってきたという話とですね、この新大阪駅でこんな折り返しの設備を見ることができるよと、そういう話でした。今回もご視聴ありがとうございました。今度は千里中央まで行ってみたいな。最後にですね、こちら北大阪急行の列車がやってきてくれたので、こちらに乗ってまあ他の場所へ目指したいと思います。中本駅です。音がやっぱ新鮮ですね。こちら阪急電車のまあ子会社ということで、北大阪急行は阪急の子会社ですので、内装もちょっと阪急仕様になっている、そういうわけです。ということで今回はご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。大阪メトロ皆さんいいですからね、地下ばっかり走るとそういうわけではなく面白い区間もあります。ぜひ行ってみてはと思います。ではさようなら。ご視聴ありがとうございました。